パラッツォ・コルネールは、イタリアのベネツィア内のカナル・グランデゾイにあるルネサンス、建築様式の邸宅である。また現在は、ベネツィア県の県庁舎として使用されている。サンマルコ広場から近い場所にある。ベネツィア共和国から委託され建設された、邸宅としては、非常に初期のもので、ローマ貴族であるコルネール家の邸宅として作られたが1532年に、火事で消失し、 イタリアのルネサンス期の建築家、ヤーコポ・サンソビーノにより再度建築された。その後、再度火事があったが、1817年にコルネール家からオーストリア帝国に売却され、オーストリア帝国の代表団などの中屯地となった。1866年にベネツィアがオーストリア帝国からイタリアに割上された際に、ベネツィア県の県庁舎として使用されることが決まった。 ファサードの1階部分は荒々しい石の表面を使ったルスティカ技法が使用され、中央部分は3つのアーケードを持つ列柱を使ったポーチとなっており、両サイドは四角い窓が2組ずつ配列されている。2階3階部分にはアーケードの装飾が施されている。ありがとうございます。